こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。若干噛みかけた。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。お久しぶりで、お久しぶりです。もう噛んどく。この前ね、録画と生放送開始のボタン間違ってすみませんでした。はい、いつもあんな感じで動画撮っております。恥ずかしい。はい、それで、あのと結局勝てなかったんで、編成を改良に改良を重ね、はい、ようやく、ね、ちょっとね、勝てるようなパーティーを思いついたので、はい、ちょっとね、挑戦していきたいと思います。まあ、挑戦といえばね、6月クエストダンジョンなんですけど、今回は、10人挑戦していきたいと思います。それでは、パーティーご紹介します。はい、こちらですね、ビッグマムサギリ。で、投下が、スキルターン1プラスされるなら、投下も1体増やせばいいっていうか、脳筋な考えです。はい。それではご紹介しましょう。リーダーのビッグマムに、マシンキラー1つ、消せない解除、スタイルチェンジ、水ですね。これはね、スタイルチェンジ、水、スパイハンター武器なんですけど、2体攻撃武器を付与することによって、消せない解除がつけれるという感じですね。はい。で、これで1体目の投下に、スキルチェーン4つ、神キラー1つ、天野社のコートをつけてます。で、2体目の投下に、スキルチェーン4つ、神キラー1つ、あとは、何だっけ、これ、あれ、忘れた。ちょっと待って思い出す。ハドラーの武器や。はい、そう、ハドラーの武器。はい。で、こちらが、3体目の投下にスキルチェーン4つ、神キラー1つ、アマージュの武器つけてます。で、こちらが徳川ですね。徳川にスキルチェーンじゃなくて、潜在に、聴覚性に回復 L 字。で、スキブプラスプラス。で、あとはドラゴンキラーつけてます。で、アシストは、ゴールドエクスペリエンスつけてます。ジョジョの大冒険のジョニー、ジョルノ・ジョバーナの武器ですね。で、こちらが、スケットの、サギリです。で、聴覚性、冬。で、マシンキラー3つ。ビッグマムの怒りつけてます。で、バッチは HP プラスです。はい、すいません。立ち回りちょっとミスっちゃって、その後に、ちょっといろいろそういうことがあって、ちょっと感覚空いてます。それだ。そうそう、蹴りつけようか。最後よし。はいはいはい。いやー、ちょっとね、立ち回り確認してきたんやけどね。で、これ、一旦目、サギリ使います。あかん。よし。で、水が5個あるから、水の L字消しをね、L字消しをしないと、サギリが倍率出ないので、で、スキちゃんもかけつつっていう感じですね。右チェックしようか。よし。で、1体なら全然耐えれるんですよね。まあ、3体でも1巻ぐらいだったら耐えれるんですけど。はいはい。んで、はい。で、しっかり回復はもうええか。もう倒せるやろ、これだけで。よし。さあ、倒したね。オッケー。じゃあ次、右ターゲット。別に右はね、倒せんでもいいんですけど。はいはいはい。これで、はい。OK。おー、危ねえ。あ、まだ威嚇中やから、OK。OK。それで、ゴールドエクスペリエンス溜まったんで、このタイミングで使ってあげますと。で、ライフオアトリートして、まだ一旦、残り1なんですけど、周りがね、倒されたことによって、ため入るんで、ここね、投下の変身後の不要効果である、ダメージ無効っていうのを利用して耐えます。で、もう一回投下使います。これを3回繰り返すんですけど、はいはい。待って、よし。投下せずに、僕投下ね、よく使い忘れるんですよ、これ。はい。で、3回タッチマック。なんか、ちょっとカメラ寄せていいですか？はい、すいません。で、ここで、どうか使ってあげて、で、ここで、闇と木の L 字か。待って、パズル散らかってる。危ね。もうええや、こんぐらいでええや。
ここミスったらね、もうほんま、シャレにならないんで、結構モチベーションの低下につながるんで、僕の。はい、カストル。カストルは先生が飛んでくるんで、先生飛んでくるんですけど、ここで一旦受けとかないと、ちょっと、あのね、サギリの上の、ビッグマムの怒りっていうのを貯めたいんですよ。そのためにはどうしてもしゃあないんで、はい、はい、はい。はい、はい。はい、はい、はい。で、回復はね、分割してあげて、はい。ここでね、もう闇さえ L 字組めてたら全然倒せるんで、透過がね、神キラーガンブリなんで、オッケー。よし。次も色さえ決めれば勝てます。ちょっと待って。下のね、下の引いてる。なんか、これが、ちょっと待って、気持ち悪くて。ちょっと待って、直します。はい。直しました。はい。よし。はいはいはい。で、ここも、回復はもう十分かな？回復十分っぽいっすね。あ、ギリ足りひんのか。できるだけね、ちょっとでも回復しときたいんで、次にハトホールが出てくるんですけど、めちゃくちゃ痛いんで、はい、オッケー。よし。行きますよ。これさ、なんか誰かも同じこと言ってんかった。行きますよって。忘れたんですけど。オッケーオッケー。で、まず徳川使います。で、東華使います。で、ここで、待ってください。むずいな、ちょっとパズル。はい。はいはい。これで、消せない解除したじゃないですか。消せない解除がビッグマムについてると思うんですけど、これで確実に、おしおしおし、回復してあげると。で、次、弱体化目覚め来るんです、弱体化来るんですけど、まあ大丈夫と。で、闇の泥鏡入ってるんで、はい、はい、よし。闇は弱体化目覚めされてないね。オッケーオッケー。んで、ここで、もうぶっ潰しに行くと。もうなんなら全部 L 字組んでもいいぐらいですね。いや、昨日 L 字はミスったかな。光組めてる？よーし。で、トークがあと3ターンなんで、あとビッグマンの怒りがあと3ターンなんですよ。で、ここも3ターン攻撃してこないんで、最後の一撃に全てを超えます。そうすることによって、徳川も、生き返ってくるんで、よし、で、1コンボ。別に削っとってもいいんですけどね、まぁ、ちょっとくらい攻撃しとくか。ちょっとだけ削って、10日の、単体エハも一斉に解放します。全部のスキルを最後に解放します。これで計算上勝てるはずなんですけどね。あ、若干削れるんや。若干削れるんやったら削っときゃよかったな。まあ、いや。なんね、多分ビビたるもんなんでね。まあ、それのビビたるものを大事にしないとやっぱいけないんでしょうけど。てかもうそもそも色なかったね。1、OK。で、まず、徳川使います。で、徳川の単体炎飯使って、で、落ち込むなしにしてくるんですよ。で、弱体化目覚めがあるんで、弱体化ドロップが降ってくると攻撃力ダウンさせられるんで、で、透過使います。で、透過使います。で、透過使います。で、このビッグマムの怒りで、闇が5個くれば勝ちです。OK! で、ここをミスらずに。で、水も4消しして、めちゃめちゃ緊張してますからね、僕。で、光も、火は5でいいか。で、落としになってて、さあ、あぶねえ。勝てた、勝てた。このね、遠征出るまでね、めっちゃくちゃ時間かかったんですよ。よっしゃ。
一周受け取るか。やった闇属性だけでクリアできた。もう半分諦めてたんですけど、クリア利益見てみましょう。はい、7分 24.9 秒で、はい、クリアできることができました。もしね、この灯火を3体もお持ちで、闇属性とか主にメインにボックスに充実されてて、チャレンジダンジョン、クエストダンジョン、クリア、まあ、順にできてないよって方おられましたら、今更なんですけど、こんな編成でもクリアできるので、よろしかったら、参考にしてみてください。本当にどうだったかの参考になれれば幸いでございます。イヤホンめっちゃガーンなった。はい。それだったか出たら、ちょっとめっちゃね、思ったよりホッとしてるんで、よかったです。あ、よかった。スパイファミリーに向けてね、意思ためんとね。それではここら辺で今回はお開きにしたいと思います。ぜひ、この動画が良かったよっていう方、チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。最後に、活動一覧っていうところをね、リンク押していただいて、Twitter も、飛んでいただいて、フォローしていただけると嬉しいです。よくね、ミラティブでやってるんで、ミラティブの解説ツイートとかもしてるんで、そっから、皆さんぜひぜひ、遊びに来てください。それでは、皆さんもお疲れ様でした。お相手は、ゆうでございました。バイバイ。